土手にしだれた二度目の春を連れて歩いた片恋風、君といつか同じ枝の上並んで咲いてみたい。ご視聴ありがとうございました。今回は、小袋さんの未来の、パート別を歌わせていただきました。ありがとうございます。はい、コバタツポイント、はい、コバタツポイントとは最後こんな感じで歌いましたっていうのを言わせてもらっています。はい、こちらのパートは B メロからスタートするんですけど、ハモリがもう一緒にくっついてくるんで、ハモリに負けないように出してあげないとハモリも小さくなってしまうっていうんで、一生懸命最初は土手にしだれたって一生懸命出す、そこを大事なポイントだと思ってポイントにしてみました。はい、次にサビなんですけど、こんなにか細く折れそうなのところを下から、こんなにか細くじゃなくて、こんなに
っていうこの強弱をつける。こんなにか細く折れそうなですね、こういう感じで上から行かないで下からこう山を作って波を作っていくと、綺麗なサビに聞こえると思います。はい、ということで、もしこの動画が良かったらチャンネル登録、評価の方ぜひよろしくお願いします。はい、別のパート、一人二役のパートもありますので、そちらの方もご覧ください。はい、小畑チャンネルでした。またね、バイバイ。